よう。はい、どうも。じゃあちょっと今日はちょっと脱線します。この青島から出てるあの船型バンパーとかね、船型バンパーセットっていうのがありまして、これをちょっと一回組んでみようと思いますが、開けてみてびっくりで、取説ってこれしかないんです。横にあるこれしかないんですね。で今ちょっとバッと剥がし切っては見たんですけれども、まあいわゆるバンパーこうつけるタイプっていうやつですね。でこれがこうついてね、こうついて非常に至ってシンプルでございまして、でこれはもう接着剤を、あのでもメッキパーツなんで、あのメッキを剥がしてくっつけていこうかなと思いますが、これがちゃんとつくのかどうかっていうのがね、一番心配なところでありまして、ちょっとそれを心配したもんで、ちょっとまだボディっていうかキャビンの方まだ終わってないんですけど、ちょっと気になりましてね、ちょっとこれをちょっと先にちょっと組んでみようかなと思いまして、まあ、組んだところでね、あの実際つくかどうかっていうのはボディ あのフレームができないと分かんないんですけど、まあもし仮組みで合わせることができるならね、ちょっと合わせてみようかなというふうに思いましてやってるところでございます。なんでこれを始めたかっていうと、今あの前回失敗したとこイージーサンディングで固めてるんですよ。イージーサンディングで固めてるからちょっと時間かかるんで、いくらね硬化促進剤塗ったとはいえね、すぐに作業できませんので、ちょっと手が空いちゃったもんで、今日もっと他のことやるつもりや、他のことっていうか裏で塗装とか、あとはこの研ぎ出しもサイズ的にないんで、研ぎ出しもこれしたかったんですけども、ボディのね研ぎ出しとかもしたかったんですけども、だいぶ失敗しましたもんでね、これはもうさすがにいかんだろうということで、ちょっと今イージーサンディングを塗ったんですけども、それ塗ったら手が空きまして、ということでこれをちょっと脱線しようかなと思いまして、こんな感じかな、こいつもこっち、これがついたらねだいぶ雰囲気変わりますからね。これがつくかどうかっていうのはちょっとまだ分かんないですけど、なんとかつけたいっていう気はありますけど、さてこれがこのトレーラーに対応してくれるかどうかっていうのはちょっとさすがに分かんないところでございまして、こっちがこっちかね、取説がないからねちょっと分かんないんですよ。で取説とかに載ってないものもいっぱいあるんで、あそっか、これも切らなかな、これも切らなかな、これも最後につけろって書いてある。オールメッキ部品ですよ。ほんで、いろいろ載ってないもんがいっぱいあってですね。まあ、組まないでいいもんなんだろうから、あれなんかもしれないけど、こういうものとかね、いっぱいついててね。使えるんかどうかわかんないですけど。まあ、とりあえず、つけるだけつけてやってみようかなと思って、こんな感じですね。これを
こうつけて近くからつくんかな。一応は流し込んでみますけど、閉まったな。これ乗っかるからこの上も剥がしとかないかと思ったんだな。こういう風にな、今からでも遅くないから、はい、一回取ろう。今からでも遅くないからここ剥がしときましょう。全部剥がすとねちょっとあれかなという気がしますんで、ちょっと残したいところではありますけど、まあ多分全部剥がす、上面は全部剥がすことになると思いますけどね。使えるものは使っていこうかなとは思っております。これね、大変だなそう、それでねじゃないんだけど、最近ちょっと気になることがありましてね。皆さんよくご存知のこのセラミックコンパウンド、長谷川のセラミックコンパウンドですね。これ最近見ますか？あのね、私これこの前買ってきたんですけど、これ実はいつも売ってるところにもう ないんですよ。コーティングポリマーはあったんですけど、セラミックコンパウンド、あのセラミックコンパウンドなくなってるんですよ。で、2軒回ってさっきのやつも買ってきたのも2軒、1軒目絶対必ずあったところに行ったんですけど売ってなくて、あれもうないのとかって思って、でよく使うからやっぱり持っときたいじゃないですか。いずれなくなるもんだし、まずね一番最初に思ったのは、近くに上司があって、そこの上司にここのセラミックコンパウンド売ってあったんですけど、これがなくなったんですよ。で、あれと思って、ああ、なくなったんかと思ったんですけど、昨日買いに行ったとこ、まあそこも、大きい、まあ多分、大阪では一番大きい、プラ模型専門店、まあ、キッズランド本店なんですけど、上司の。なかったんですよ。こう、セラミックコンパウンドが、さっきの。で、コーティングポリマーは残ってたんですよ。だから、セラミックコンパウンドなくなってて、液体系のコンパウンドがクレオスのコンパウンドしかなくなったんです。なかったんですよ。で、あ、おかしいなと思って。で、まあ、近くに、もうちょっともうそれは一回諦めて、まあもうないんだと思って。で、一回諦めようと思って、諦めようと思ったんですけど、よう考えて近くにボークスがあるなと思って、ボークスがあって、ボークスに行ったらね、あったんですよ。ところが、これがラスイッチだったんですよ。で、もしかしてこれ、市場からなくなってきてるとかっていうふうに思ってね、ちょっと疑問に思ったんですけど、皆さんのとこどうですか？普通にあります？ちょっとね、最近これを見なくなって、
セラミックコンパウンド見なくなってきてね、ちょっと心配になってきてね。これなくなったら、これ多分何でやろうかなと思う、言わないといけなくなってしまうんで、多分対応、まあ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 、ネットで多分買えるとは思うんですけど、ネットの状況をまだ見てないんで、どうもなんか市場から消えていってるような気がしてしょうがないんですけれども、どうなんでしょうね、セラミックコンパウンド。長谷川さんと どうするつもりなのかわかんないですけど、最近見なくなりましたよってね。どうなるかわかんないんですけど、もしなくなるんであれば、それは困る、由々しき事態だなと思って、いうふうに考えてるんですけど、まあまあ、ネットで多分あるとは思うんですけどね。これでネットで、在庫切れですとかってなってるんだったら、ちょっとびっくりだけど、どうなってるかちょっとわかんないんで、その辺がちょっと気になるところでして。あとね、実はね、制作依頼というか、まあ作ってほしいと頼まれたものがあったんですけど、まあまあまあ、このセラミックコンパウンドを買いに行くっていうのは、建前で、まあ、二次三次目の理由で、最初の理由はその作ってほしいって頼まれたもの、制作依頼というか、まあ、作ってって言って、まあ親戚、まあ兄弟から言われたんですけど、まあ義理の、いわゆる義理の弟ですわ、なんか作ってほしいって言って言ったもんがあって、それがBMW のゲレンデ G230 ってやつでしたっけ、を作ってほしいって、オフロードですね、今レンジローバーみたいなやつですわ、を作ってほしいって言われて、まずちょっと話の流れでね、それを作ってくれって言っていう話がありましてですね、ちょっと待って、まずそのキットがあるかどうかわからんって言って、で調べてみたらあったんですよあったんですけど、至れりですね至れりに24分の1のキットがあって、あるなら作ろうかなとは思ったんですけど、まあ要は至れりなんて置いてるとこって言ったら普通のうちの近所じゃないんで、それこそ上新キッズランド本店行かないとぐらいでしか至れりなんて見ること、至れりとかね、レベルとかなんて見ることあんまりないんで、ちょっと行ってみたんですけどね、ないんですね、やっぱり。Amazon でネット販売の方でも、プライムとかでは売ってない、多分何日から何日までの間に届きますよという状態ではあるみたいですけど、そう頻繁に置いてないもんらしいんですね。でそれがあって、さあ、あとはどうつくんだ、これがこうついて、
こついて、どこにつくんだこれ。どこにつくんだこれ。ここにつくの？わかんねえよ。まあそういう、そう、それでまあ至れりと、至れりがあるといえば、もううちの近所で言えば、うちの近所なんかないんで、もう上司に行くしかないなと思って上司に行ってきたんですけど、やっぱりなかったですね。うん、まあそりゃそうだ、そんなもんだろうなとは思ってましたけど、至れりようだ。でも作るのもな、ちょっと至れりって出た時点でもうだいぶ気が引けてましたね。あ、違う、逆だこれ。こっちだ。説明書が不親切だ。こっちだった。あ、ということは俺削ってる方向間違えてるわ。ああやっちゃったやん、うん、しょうがねえやん。あんなうまいから、これやっと見つけたんでね、これ塗っときます。そこなんでね。ああ削ってる方向間違えてる。とまあね、そんなこともありもって、不思議なもんですわな。今回はさすがにプラモに目は行きませんでしたね。ていうか車のプラモはもうとりあえずまだあと2台ありますからね。そっちをやることじゃない。2台っていうか、このトレーラー込みにしたら3台になりますからね。あまりそんな余裕はないということで。なんかもう、メッキの埃が。メッキの埃がすごいことになってますわ。で、これをこうつけて、こっちが、こっちが上か。こうか。上に、じゃあこうか。なかなか不親切な。このオプションパーツの取り立てってなんでこうも不親切なんでしょうな。でもレベルのね、トレーラーはね、ちょっとやってみたいなと思ってね。レベル至れりはあれですけど、至れり、まあ別に至れりがどうとかレベル言うわけじゃないんですけど、レベルのトレーラーはちょっとやってみたいなという気はありますね。あの24分の1のトレーラーがそこそこあるんですよ。それはちょっとやってみたいなという気はしてますな。トレーラー好きなんでね。トレーラー好きっていうかトラック好きなんでね。やってみたいなという気はしておりますがね。日本でも、日野とか日野プロフィアでスカニアとかやってるタミヤがスカニアのプラモとかマンのプラモとかね、落ちた。あ、やってるんだから、あ、プラモじゃないや、ラジコンね、やってますからね。
出してくれたらいいのにね。出してくれたら喜んで買うけどな俺。プラモはそんなに需要がないんですかね。確かに動トレーラーが動くというのは確かに魅力ではありますが、いやあのスカニアのトレーラー欲しんかったんですよ最初ね、昔ね。やっぱ付き悪いな、昔欲しかったんですよあのスカニアのトレーラーね、トミヤのね、あれ欲しかったんですけどね、あれ高いじゃないですかスカニアのトレーラーってね。あのフルギミックのやつ、むちゃむちゃ高いじゃないですかあれ。さすがに用手は出せませんでしたな。あれ手出してたら俺、ね、怒られるどころの騒ぎじゃないなと思って、いや欲しいとは言ったんですよ、欲しいとうちの財務大臣に欲しいとは言ってみたんですけどね、そんな金どこにあるって言われて終わり、終わりましたね。まあそんな金どこにあるって言って言う前にどこで、ま、どこで走らせるのって言われて言って言われましたけどねそりゃそうだって言われるそりゃそうだわって言って言う話で終わりましたわな。ラジコンもねその走らせるところがあればいいんでしょうけどね、公園とかでもなかなか今走らせられないじゃないですかねえ。なんだもう趣味、大人の趣味みたいなもんですからね、道楽みたいなもんですからね。まあ子供でもやってる人、若い子でもやってる人いますけどね、ほとんど大人がやってるようなもんだと僕は思うんですけどね。大人の趣味に近いもんだと思う。どこで走らせんの前だったらね、近くに大きい公園があったからあそこって言って言えたけど、今住んでるところにはそれないんで大きい公園ないんで、家の前駐車場、うちの駐輪場、家の中、あ家の中っていう点もあるな、そんなもん家の中で走らせるなって言われて終わりかわかんないですけど、これをどこにつけろって。ここにつけろっていうか。ここにつけろっていうか。つかねえぞこれ、瞬着だな。瞬着か、瞬着もだけどあれだな、こいつだな、デコプリだな。クリさんにお願いするしかないですね。
こぼさん、デコプリさんにお願いしましょう。こっちか。まあ補強みたいなもんだろうから、感じで船形の出来上がりました。まあそんな難しいもんじゃなかったね。全部デコプリでやってもよかったぐらいかなって思うぐらい、かな、こんな感じです。これが実際に使うかどうかはまだね、あれですね、組み上がってからですね、他のが。さあそれで時間まだある？あるね、もうちょっと、もうちょびっとあるね。これせっかくだから使ってみましょう。こいつね、ガンダムメッキシルバー、さっき間違えて裏削っちゃったんでね。これね、これ使えるんだったら、最初出るのが時間かかるのね。出たね、メッキシルバー、これが使えるね。結構使えるね。結構遜色なく使えるわ。ちょっと若干色違いはあるけど、でもパッと見たら分かんないね、これね。あ、いいかもしんない、これ。見る分には全然問題ないだよね。メッキ部品の補修にはちょうどいいかもしれないね。ちょっとここはうまいこと、こういうちょっとメッキパーツのちょっとした補修には全然使えるな、こういうのね。全然使えるじゃん。悪くないっすな。ちょっとした補修には全然持ってこいですな。ね。問題ないと思いますね。ちょっとした補修には。ちょっとメッキ部品をね、あれ、使って。それで、ちょっと剥がれ、どうしても剥がれるところが出てきますから。意外と悪くないな。おらかし。まあ、ここはね、ばっかっつり塗ったけど、パッと見た瞬間は分かんないよね。てな感じで、船型を作ってみましたというところで、ね。まあ、これが使えるかどうかは、今後の組み立て次第でございます。はい、ということで。今日はこの辺ということで、まだこれにもまだ部品つくんですけどね。今日はこれそのものを実際に組んでつけれるかどうかっていうのがを試してみるっていうやつ、ね、のための、番外編みたいな感じで、塗ったとこ触っちゃった、っていう感じでございました。はい、ということでこんな感じで。はい、じゃあまた次回はやっぱり何やるか分かんないということで、はい、また次回お会いいたしましょう。さよなら。